日本民主青年同盟は日本の青年組織。略称は民政同盟、民政、デリ。全日本学生時治改装連合の組織的な母体ともなった。日本民主青年同盟の規約の第一条には以下が記載されている。組織の名称は日本民主青年同盟に日本共産青年同盟が設立された。日本共産青年同盟が民政の前身である。 共生は天皇を中心とした戦前の日本で万十八歳以上の男女の選挙権、非選挙権、同一労働同一賃金、天皇制だと侵略戦争と軍国主義反対を掲げ弾圧された。河井義虎、高島満と、飯島義美など捕らえられて殺傷されたり、酷死した同盟員もいた。石官士監修日本。 青年共産同盟中央文化部編、青年歌手病史日本青年共産同盟中央、演劇学校、中央音楽学院会公選伝ポスター戦後は、日本青年共産同盟として発足。その後、日本共産党の所管派と国際派の分裂と対立に伴い、暴力的潮流があったと、自己批判し、 日本民主青年団と解消し、一旦科学的社会主義の放棄を行った。しかし、他の交流サークルとの違いが見出せなくなり、再び自己批判し、日本民主青年同盟への解消とともに科学的社会主義の路線が復活。1960年の第6回全国大会で民生は青年同盟の呼びかけと規約を採択し、 現在の組織の性格を確立した。基本的任務と性格は、日本共産党の導きを受け科学的社会主義と投稿量を学ぶとされ、党の指導を受けることが明確化されたが、この表現は1980年代以降に、日本共産党に相談すると変更された。旧ソビエト連邦共産党や中国共産党などと、日本共産党の対立が激化した際には、 日本の運動に干渉を加えてきた時期があったが、干渉を跳ねのけたとしている。1969年を頂点とした学生運動の高用期には、当時の学生の間で大きな力を持っていた、全教頭などの反夜余儀派学生や審査浴書セクトをトローツキストと批判し、激しく対立した。黄色いヘルメットと民主化帽と称するゲバルト帽で武装した民生の防衛隊は、 赤行動隊と呼ばれ、数千人規模の全教徒を数百人の舞台で圧倒することもあった。1967年の全輪学生会館事件では中国、共産党政府の主張をする在日華教学生や、その支援者などとの間に流血事件を起こしている。一方で、民社統計の若い根っこの会のような交流サークルの一面も合わせ持ち、 交流会や旅行などの企画を行っていた。また、関連団体の中央合唱団や日本の歌声実行委員会などを通じて歌声運動を主導した。そのことから、震災翼からは歌って踊って日教民生と揶揄されることもあった。同盟員数は交渉1万人。最盛期の1970年には同盟員数は、 約20万人を数えたが、30回大会において2万2千のみねを突破との表現で公表したのを最後に、同盟員数は明らかにしていない。週刊金曜日の C 数へのインタビューによると、2017年で約9500人と回答している。また、公式サイトでは約1万人と書かれている。沖縄変換を機に百七十二年五月十八日、 沖縄民政同盟が合流、日本民主青年同盟沖縄県委員会となった。総務省が2014年11月28日に公表した平成25年定期公表文政治資金収支報告書によると、渋谷区上山町にあった民政会館の建物と土地がそれぞれ売却されたため、収入に計上されている。歴代の大会代表者は以下の通り、 大会は当初共産党と同じく2から3年に1回だったが90年代に入り世代交代を促す目的で毎年開催されている大会から次の大会までの間には定期的に中央上任委員中央委員による中央委員会が開催され中央委員会決定が発表され学習される中央機関士として青年向けの 民主青年新聞を発行している。また、かつては、我ら高校生、同盟活動、青年運動を発行していたが、読者数の減少により廃刊となった。青年運動は、全国大会が開催されるたびに、臨時増刊され、全国大会の初決議や中央役員や、全国大会での発言などが掲載されていた。現在は、青年運動臨時増刊と関しない全国。 大会決定集が毎年出版されている。我ら高校生に連載されていた4コマ漫画、アニ〇マ〇ルマルは単行本化されていた。ただし、最終話を含む数話は収録されていない。民政同盟の規約で、民政同盟の目的と規約を認め、同盟費を納め、民政同盟の一定の組織に入って学び、活動しようとする15歳から原則として30歳。 までの日本青年は同盟員になることができるとしている。基礎組織での加盟決定と上級機関の確認を経て加盟できる。運営資金は同盟員や読者が払う。同盟費と機関次第、個人からの募金により賄われている。著しく反社会的で民生への信頼を損なう人は加盟することができないとしている。具体的には暴力団組員や。 統一協会、国際省協連合をはじめとするカルト集団や右翼団体の構成員、国家権力に命ぜられて組織的に同盟の活動に反対する活動を行っている警察官、自衛官、公安調査庁職員など、年齢上限は弾力的に運用されており、30歳を超えて在籍している同盟員もいる。当初は十八歳までとされていたが、後に、 世代交代を促すため25歳に引き下げた。2011年より上限が30歳まで引き上げられた。各都道府県に都道府県委員会と地区委員会があり、全国大会を毎年開催している。全国大会はかつては2から3年ごとの開催であったが、中央委員の交代の促進などから毎年開催に変わった。地区委員会は、 藩は直接都道府県委員会が指導するという方針で1990年代後半に一旦廃止されたが現在は再建を進めている。地区委員会は日本共産党の地区委員会にほぼ準拠している。藩は3人以上の同盟員で結成され職場、地域、学園の単位で活動する。一つの学校で藩が組織できないときは2つ以上の 学校にまたがって班を作る。中央委員会の本部事務所、民主青年会館は長らく、東京都渋谷区上山町に置かれていたが、現在は、同じ区内の千田谷に移転している。民生会館には、民生や全日本学生自治会総連合、全国労働組合総連合青年部、日本新聞労働組合連合青年婦人部、協議会、 全国商工団体連合会青年部協議会、農民運動全国連合会青年部などが加盟する明るい革新日本を目指す中央青年学生連絡会議の事務所が同居している。静岡県伊東市にはかつて研修施設伊豆青年学習会館があった。民生の組織化には日本共産党も協力している。ただし、同盟員の資格は 日本共産党の党員資格とは完全に別のものであり、組織的にも同党の青年組織とは異なる。2010年代半ばに学生を中心とした行動団体自由と民主主義のための学生緊急行動が話題になったが、その際に民生に対して批判的な立場を取ることの多い福岡県行橋市議会議員の小坪信也元参議院議員で、 共産党を離党した政治評論家の筆坂秀よ、統一協会系の新聞である世界日報などが日本共産党や日本民主青年同盟と自由と民主主義のための学生緊急行動の関係について、依拠した文献なしで論及をした。詳細は自由と民主主義のための学生緊急行動、政治活動にも書かれている。日本共産党民政時代の役職を記す。 その他の政党元、前、現職、所属政党などを記す。ありがとうございます。